テオメッシは他の人々と同じように父親を楽しんでいる。世界一の選手である重圧があるにもかかわらず、メッシは父親として育児に励んでおり、インスタグラムで投稿した写真にその様子が写っている。メッシはベッドの上で息子チアゴとリラックスしながら絵本の、ティピート・テンブロルを読み聞かせる姿を投稿している。この本はとても活発でじっとしていられないティピートについての話である。チアゴが活発な子供かどうかはわからないが、確かなことは父親と絵本を読みながら素晴らしい時間を過ごしたということである。チアゴはメッシとアントネラ・ロクソの間に生まれた最初の子であり、チアゴにはマテオという弟がいる。なお、すでに10月半ばに公にされているようにメッシは3人目の子供を産む予定であり、性別も男の子だと発表している。